心の傷洗うように、時には素直に濡れるのもいいよ、その方がきっと心穏やかになれる。雨の日が嫌いだと、君が言った。街に咲く色とりどりの雨傘、雨が降ることも太陽が覗くことも多分ね理由があって必要なこと。ガソリンを満タンにしてくれる人も、車の運転がうまくない人も、いつも隣にいてくれる人も、みんな人間、みんな人間だ。気持ちがあってそれぞれの一つ一つのおはよう、おやすみ、交わせる幸せと奇跡、心伝えてますか。大切な人に届けてますか。気持ち、言葉、今この時。生まれただけでは生きてなんていけない、本当の自由なんてないのかもしれない。私に何ができるんだろう、探しながら今を今日を生きてゆく。